はい、皆さん、こんにちは。えー、今月、度1月のお香の拝読御章ですね。大役大前御章。大事には憎髄なし、大役起これば大前来たる。これはもう有名な御章ですよね。す、え、で、ー、に大奉望国にあり、えー、大小法必ず、ひ、う、ろ、ん、まるべしと、各の何をか、 嘆、えー、かせたもべき。えー、火よ尊者にあらずとも、舞、え、を、ー、も舞見のべし、斜里四つにあられのも、お立ちて、えー、踊りのべしと。えー、上与菩薩の大地より、出玉石には踊りてこそ出たもしか、えー、表現菩薩のお来たるは大地を独守に動かせると。 これね、あのー、最初の冒頭のここな、大事には憎水なしっていうのですね、あのー、すごく良いことがですね、起こるというのはね、こういうその、ちょこまかした、あのー、憎水はないんですよ。いきなり、ボーンと来るわけですよね。 これはあのー、日本の歴史を見てもそうですよね。えー、太平洋戦争第二次世界大戦で日本は原爆を取られて、ボーカボーカにアメリカに流れたんですけど、その後に高度経済、えー、経済成長が来てですね。そして、えー、日本はもう本当にジャパンまずナンバーワンと言われる大国になったわけですね。GDP 世界第二位の大国になったわけですね。 これで、えー、創価学会が、ね、どん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 、まあ、こういう行動成長に、えー、沿ってですね、どん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 会員が増えていくわけなんですが、ここで池田大作の、えー、なんて言いますかね、えー、大奉望が起こってきて、そして今、えー、どうですか えー、戦後30年間給料上がらないと、えー、貧乏国になったわけですよね、えー。そして世界を見ても、ウクライナ戦争だとか、どうのこのとか、えー、非常に大悪が起こってるんです。ここで、いずれ集結しますよ。えー、COVID-19、新型コロナも終結しますよ。そうすると、えー、すごくいいことが起こってくるということでありますね。 高校を大聖人は大事には勝遂なし大学をこれば大前に来たるとこういうふうに言われているわけですまあ今年もねあのー釈放ですよねやっぱり事業を桁ですね事業だけやっててもこの日前少子の浸透ではないということでね、桁業ですね、えー、これをやっていきたいと思います私も頑張りますので皆さんもよろしくお願いいたします以上です